どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、超絶ロマン砲をお見舞いしていきたいと思います。どんなデッキか、まあね、もうサムネイルにねある通りですよ、団結するソラカスデッキ作ってみました。この史上最強の装備魔法カード、まあ、今のご時世ね、こんな固く握手してお前らコロナ怖くないんかっていう、お前コロナウイルス怖くないんかみたいなとこあるんですけども、団結の力っていうこのカードめちゃくちゃ強いんですよ。フィールドの表が表示モンスターの数かける800ポイント、装備モンスターの、まあ、攻守がアップすると、守もアップするの強いんですよね。守もアップ、守備力もアップするっていうのが、まあ、強くて。で、これ団結の力を、要は何のデッキに一番相性がいいのかと。結局、表側表示でモンスターが並ぶデッキだったら強いんですよ。で、じゃあ並ぶデッキって、何かなと思った時に、まあいろいろあるよね。まあ6部衆とかも並ぶし、まあレッドアイズとかも結構並んだりとか、まあいろいろあるんですけども、これじゃね、これじゃね、やっぱ元祖横並びデッキってこれじゃね。デュエルリンクスの、まあデュエルリンクスのっていうか、まあOCG の方発祥なんだけども、その空画団っていう、要は2018年環境を席巻した、もう未だにリミットがきつい、ダイナ1ドンパ2っていう、未だにね、もうそろそろええやろみたいなとあるんだけど、このモンスターたちって横に並ぶんですよ、結構。だから横に並んで、その並んだモンスターに団結つけやめっちゃ強いやんっていう、そういうね、あのバカみたいな発想ですね今日は。ぶっちゃけそのもうソラカス自体のパワーが弱いんで、環境と渡り合えるかと言われるとかなり微妙なんですけども、楽しい。やっぱその3体展開してダイナにあの団結の力装備したときめっちゃ楽しい。うん、それだけ。早速ね、このソラカスの団結力を皆さんにお見舞いしていきたい。そしてこのアワヨというスキル、このアワヨっていうスキルが結構強くて、まあ割とそのソラカスって割とどかしたいじゃないですか、自分のモンスターを。自分のモンスターどかしてもう一回効果使いたいみたいなことあるじゃないですか。だからアワヨでもう一回戻すっていうパターンね、もう強い。あとあのウィズのコスト稼ぐっていうのにも強いし、まあ、結構他にも、ドキュー部隊とか、あの、ドキュー部隊。ドキュー部隊とかは結構相性がいいかもしれない。うん、あの辺は。ただやっぱバック除去して、団結つけてワンキルしてっていう。これ本当は局所がいいんだけど、局所ね、進めないんだよね。ドンパがいるから。局所か狡猾積みたいんだけど、局所と狡猾を積みたいんだけど、ちょっとあの、リミットきついので、まあ無理だからコズミックサイクルにしてます。はい。というわけで、早速、団結の力、見せていくぜ。このご時世ソラカス使ってんの俺くらいじゃね。このご時世にさ、ソラカス強えか言ってんの俺くらいだろ。ぶっちゃけデッキはちょっと弱いんですけど、このデッキソラカスちょっとパワー落ちてるわ、だいぶ。なんかさ、なんだっけ、ラファールだっけ、なんか強いのいいんじゃん、ソラカス OCG に。あれくんねえかな、なんかモンスター効果止めますマンみたいなやつ。なんかラファールだかなんだか名前忘れたけど、なんかめっちゃ強いやついたはずなんですよね。なんかあいつ欲しいわ。ごめんなさい、ちょっと僕もソラカスのエアプランで魔導書結構きついな。魔導書、しかもテンペルとかいうモンスターこれめっちゃ強いんだよね。これで魔導書が発動した自分のターンのメインフェーズに、こいつをリリースするとデッキから光属性か闇属性の魔法使いレベル5以上のモンスターいったら特殊化するって結構やばいこと書いてあるんですよ。結構やばくない、書いてること。これ結構強いよな、これめちゃくちゃ強いと俺は思う。さあ魔導召喚師って書いてるテンペルをリリースし、さあ何が出てくるか、なんだこれは、あれか、ブラックマッシュも出せるぞ。コンクロが OK、 コンクロで墓地の魔法カードを回収できるエンドフェーズにな。結構出せるもの多くて、あとエンディミオンとか、あとブラックマジシャンガールとかも出せますけどね。なんかそういうカードが、特殊化できます。結構いろいろあります。闇属性の、か光属性の魔法使い族っていうのは。さあ、効果発動するかどうか考えておりますが、まあ、一応墓地には魔法カードが今2枚。回収しない方がいいと思うけどね。回収するんだ。回収しちゃうと、それ、バテルじゃねえや。ゲーテが、でもどっちにしてもゲーテの裏締めにするっていうことがきついな。団結きすぎ問題。団結きすぎ問題が発生してる。
でドンパ召喚してドンパの効果を発動したい。頼む。やった。やったぜ。通ったぞ効果。やったぜ。やったぜ。でリコン行け。行けリコン。リコン召喚しドンパの効果発動。ドンパの効果。ドドンパ。この効果懐かしすぎんだろ。この効果懐かしすぎんだろ。いつの時代のデュエルだこれ。リコンの効果発動。さあ手札よりクーガダンモンスター一体を特殊召喚。クーガダンの豪傑ダイナ。さあ来ました。ツールのたけしさん強いですよこれ。ツールのたけしさんめっちゃ強いですよこの効果。効果これ墓地のカードをねソラカスの数だけ除外するっていう。はあ、ははあ、魔導書整理いいでしょう。魔導書整理は問題ない。さあ魔導書整理でデッキトップのカードを3枚見て順番を入れ替えることができる。さあスタッタらしい。この3枚のカードは全てゲームから除外させてもらう。さらに団結の力を鶴の竹下に装備。よー強い強い団結の力強すぎー。さあお相手の方、いやもう声が可愛いんだ、声が可愛いんだよ、カーリー渚さん声が可愛いんだよ。この子ビッグアラジー。オッケー、なんでビッグアラジーなんだよ。占い魔女使えよ、占い魔女使えよ。なんで超獣武者ってね、それ世代違うぞ。もうあと2個くらい後ろのアニメだぞこれ。そのモンスターは強いやん。ハンド、そしてハンド結構強くないですかこれ。ハンド結構これこうめんどくせえな。ダイナするしかないわ。あのグローブはねダイナでね墓地の方の除外したればねあのいけるんで。結構やっぱダイナ結構さ意外とみんな舐めてるけどダイナの方が強くないこれ。今このタイミング結構さその墓地のカード除外するって今強いじゃん。除外するか除外できないかどっちか。なんかさダイナでなんかその3枚墓地除外って結構やってることやばくないですか。なんか割と強いですよねと俺は思うが、どうだろうか。まあただちょっと本当にビートゲーっていうのあって、トラカスマジビートゲーなんですよ。ビート引けないと始まんねえっていうの。ビート引けないと始まんねえ。ビート来ねえじゃねえ、ふざけんなよ。ビート来ねえじゃねえか。とりあえずシール。でもさこれ殴りに行った方がよくない。これのほっといたらクソめんどくさくなるよな。これ団結したらさ超えれんじゃん。だって2枚あるしね。だって2枚あるんですよ。1600上がるんですよ。3200か、3200上がるから、これ難しいが、シール召喚してで、ね、シール効果発動ねえドンパ。あこれあれですからね、あの破壊すると効果高いすると戻ってくるんで、やつは忍び足を。だからドンパは先には打ちません。でシールを、に装備して、でこれで殴っていこう。これで超えれる。オッケーで、ターン終了。戦闘破壊すれば戻ってこないんで、忍び足は効果で破壊すると墓地から持ってくるよっていう効果があるんで、まあ戦闘で破壊した方が基本的にはいいです。忍び足はね、あの忍者結構しつこいんですよ。忍者ってやっぱ基本しつこいじゃん。第8知らんけど多分しつこいんですよ忍者って。第8効果、この効果も強いんだよな。回りくれんだよ。そしてそれ召喚成功時に持ってくるでよくない。なんか召喚成功時に持ってくるで俺いいと思うんだけど、それ召喚特殊召喚成功時に持ってくるかなんかでいいと思うんだけどな。岩投資、はい、で装備して岩投資はするだ。岩投資はする。仲裁は光の速度で交際、光の速度で交際。はい、オッケー。あちょっとドンパ殴るのやめて。団結できる。危ない。団結奇跡問題。あでもこれグローブさ、これさグローブとかさ無関係にさ超えれんじゃねえこれ。超えれんじゃねえこれ。これ超えてんじゃねえこれ。強すぎワロタ。団結の力強すぎワロタ。さあ本日も団結していくぜ。強いぜ。ハンドめっちゃ強いぜ。おハンドいいんすか。えいいんすか。やっちゃっていいんすか。やっちゃいやすよ私。クーガダンの原子ビートの効果発動。でもこれ別にあれやな、あのダイナする必要ねえな。リコしてでビート効果発動。ビートの効果でクーガダンモンスター一体をサーチ。そしてリコンの効果発動。
いけ、フガダンのなんだこれ、H ウィズ、そして団結、あ、回復して1000回復からの団結の力を装備だ。強すぎー、強すぎー、ドアー、あ、なんかあるな、やるね、なんかある、なるほどね、ぶん投げていく、おいおい、オッケー、いや団結めちゃくちゃ強いやん、団結しすぎ、守備力5200点、守備力5200点、高すぎだろう、強すぎか、これはこのモンスター最強だ、団結、まあちょっとあの横のモンスター2体殴られますけどね、デーモンの斧、あ、なるほど、諦めたか、諦めか、これどういう敵だ、これどういう敵、魔導士の力、あ、ありがとうございます、 ありがとうございます、まあ、無効にする必要もねえもんな、別に無効にする必要もない、無効にする必要もない、6000、いや強っ、どんだけ魔導士してくれんの、いやマジでありがとう、いやほんまにありがとうありがとう、ああ